JY のくみです。今日はロデコに NTS 技研さんの配点工タンクガードをつけてみたいと思います。ぜひ最後まで見てね。まずは一人でどのぐらいできるかやってみるよ。わー、インパクト重たい。なんかどっから行くの、こっから重てえわこれ。まずはタンクのボルト4本を緩めて外します。難しいな。サビがやばいよ。ここだな。電気つくのいいよね。取れた。まあ。まあ。で次、これ下の部分。もう一個上。だから6つのうち4本だから2本残ってるはずなんだよ。はい、2本で多分タンクはつけられてるとは思うけど、一応気をつけて、うん、ぐらついてガタってなるかもしれない。取れました。鼻にゴンと落ちてきたりして、ブラーンってなった。やばい。ん？下がってきてる？うん。下がってきてます。すいません。ちょっと。こう来るか。映ってるのかな。こう、向きこうでいいの？いや、わからん。あ、そっか。重てぇな。こうだったらこう。こんな感じ？いや、だから穴の位置が合うかどうか。穴の位置は、こう。うん。合うの？こっち側合ってる。反対側は見れない。はい、じゃあ合うんでしょう。はい。でもこれ。3本しかないよ、ネジ。嘘だ。嘘だ。結構ついてる、これ。多分いいと思います。だからほんで、4本必要なら3本しかないよ。ちょっと待って、動けないから。重たくて。ちょっと待って。ここに、ここにインパクトについてると思う。はい、もう一個ついてる。ここに。ついてるけど取れない、取れないです。いや、タンクガードをまず当てがってよ、上に。ちょっと待ってよ。乗せた。これやけど、どうする。はい、当てた。もうちょっと奥。マジ重たいんだって。いや、これ出てやったらいいでしょ。え、違う、これ押さえてんのが重たいから。ちょっと待って。はい、いいよ。わかる？皆さん近いよね。で、こうやった方がいいよ。この方がいいね。
入った？入ってるかどうかわかんない。入ってってない。どうぞやっててください。私ちょっとずつやってますから。だってさ、重たいからさ。あ、こうだね。スルスルって。入ってんのこれ。入った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 。入りました。一本。入った？うん。じゃあその容量で4本仮止めした。はいはい。はいボス、はいボスだけこっちちょっと、あ、取れちゃった。腹立つわ。いや本当にこれやるの大変だよ。みんな簡単にやってるんだけど。お願いしたいんですけど、いいですか？これジャッキ上げて。もっと上をやるってこと？そうそう。これなんでつかないか分かった。浮いててつかないんだ。いいとこで言って。まだまだだわ。タンク下がってるもん、めっちゃ下に。全然まだまだガジガジ。ちょっと楽になってきた。全部のタンクがこっちに来てた。見てよ。まだまだまだ。俺見えてないからね。うん、全然まだまだ。まだ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 。ぴったり行くまで。ああ、こういうことね。ボルトが止まってないんじゃなくて届いてないんだ。よし、いいんじゃないか。車体動いてるよね、ちょっとね。動いてない？うん、動いてる。これで行くかな？ちょっと待ってね。抜けちゃうやつ。うんうん、どいて。はい、ちょっとお待ちください。パス、先生にパス欲しい。そもそも前後ろも合ってるかどうか怪しい。そう合ってないのかな。多分合ってると思うけど。合ってる。いや全然穴の位置が違いますよね。後ろのこの中に入ってます。これとこれです。これとボルト入れますか。はい、はい、お願いします。ちょっとずつでしょこれ。もちろんゆっくり緩めましょう。ゆっくり緩めでも、いきなり落としたら殺す殺すよ俺のパワーペッタンゴ。いや、ならない、大丈夫。行く？なるね。ああ、ドキドキする。はい。はい、来ました。まだ。もうちょっと？ストップ。はい。いいですか？もうちょっと。ほんのもうちょっと。
はい、もうちょもうちょまだまだああ下げすぎ押す上げるああ分かったぞん分かった電気あるじゃないですか。やっぱり下行って押さえるわ。ちょっと待って。ちょっとお待ちください。落ちた。ちょっと待ってください。ダンボールを一枚拝借。絶対一人じゃつけれないね。つけたよ。マジで。さすが。首痛いの。さすが。緑の方で自分でつけろって言われて、俺は首が痛いって言ってね。鬼ですね。さすが。大手ユースバッチが。ネジは。ネジはあなたの左の下の方にありますが、この辺です。上ですか今度ちょっとずれますか私手が痛いです手離し、はい、手離し行くよ、はい、大丈夫、はい、ちゃんとついてはいるよね。すいません。すいません。すいません。ついたね。ついたねって俺がつけたね。ありがとうございました。ついたね。やったー。つきました。ということで、無事タンクガードがつきました。写真も撮るのを忘れました。全く役に立たない動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドポチッと、コメントもぜひお願いします。